日本ハムが CS ファースト S 第3戦、エスコンフィールド、デロッテを5 2で破り、ファイナル S 進出を決めた。動画高投の種市をついに攻略。日ハム、水野辰樹が2点的時3塁打を放つ。短期決戦ならではのタクトを振った。新庄剛志監督は、高騰していた先発の北山航樹を5回西から角中勝也に支給を与えた場面で変えた。 ここで2番手として田中正義にスイッチ。田中は期待に応え、一発長打のある根2人外から空振り三振を奪った。田中は6回もマウンドに上がって三者凡退に抑えた。だが、これだけでは終わらない。7回にもマウンドに上がり、2度の甲斐またぎ。友杉敦清さんごろに仕留めてマウンドを降りた。開幕当初から主に抑えを任せられていた男は、 チームがまた一つ大きな階段を上がろうとしている大一番で結果を残した。そして7回1試からマウンドを託されたのは河野隆成。今季は最優秀中継投手賞のタイトルを獲得した左腕を投入し、先頭の藤原京太に安打を許したが、後続を打ち取り無失点で切り抜けた。7回裏は、先頭の万波中正が死球で出塁すると、 軍司優也のギダがフィルダースチョイスを誘って一二塁となったが上川畑大吾がギダ失敗で併殺となり二死二塁にそれでも民家博史陵が死球で一二塁となって水野辰樹が宇宙間を抜ける二点敵時三塁打で四二と勝ち越しに成功したさらに八回にも万波の敵時打で追加点五二として最後は経験豊富な宮西直樹が締めて勝利を手にした 高騰していたロッテ先発の種市敦樹をなんとか攻略するべく新庄監督が示した魂の系統策だった終盤に打線が見事に種市を攻略し勝利をもぎ取った CS ファイナル進出を決められたのはロッテに流れを渡さないための後半の投手起用だった